前回のあらすじ、新しい熱々マップにツアーに行くことになりました。トカゲを操作することになった小島、しかし他のメンバーにボコボコにやられていくのでした。さらにさらにキングボンビーことブラックタピオカに騙されて、アリガネ全部持っていかれてしまいました。さあ、ここから逆転なるのか、後半戦行ってみよう。お、ブラックタピオカが移動するらしい。猫ちゃんに移動するかな。私のブラタピ取られたんだよね。お、ペンちゃんだ。なんでペンギンだろう。まあいいや。さようならブラタピ。次の目的地近ければいいけどな、私に。あ、戻ったね。また同じ場所じゃん。これ一番初めだったっけ。あ、私近いんじゃない。うわ、猫ちゃんもめっちゃ近いですな。猫ちゃん目の前じゃないですか。2でつくかな。やめてよ、2は。ダメよ。ニャンヤーだけんって2出しちゃダメよ。ダメー。もう、みんな強くないですか。私ゼロなんだけど。1万倍かけても猫に追いつかないんですけど。あー、見た。あー、見ました、これ。猫ちゃんいつの間に着替えたんでしょうかね。なんかこれが動きやすい格好って言ってが着替えた、さっき。そんなことよりも見てください、最後のビリの人。カードは持ってるけど。次。え、またブラタピ移動すんの。とんかつかな、移動するなら。あ、猫だ。おお、バリバリ取っていいよ。で、目的地は私に近ければいいよ。どこ、これ遠くない、どこだよ。うわー、もうつかないよ、これは。これはつかんばい。なんかアイテム使っとく。残り5日、5日しかないからね。これでいいや。はーい、タピカードバリア召喚。これで私にはダメージを食らわない。あんまり効果ないような気がするけどね。ではサイコロ振っていきます。はい、私さっきは低い数字ばっかじゃない。おお、急にでかいの出すね。いただきます。残り19か。これ、あ、イベントマス来た。頼みます、パン店長、よろしく。なんだい、どんなイベント出してくれるんだい。出来たてのパン売ってます。1個80タピマイルらしいですね。米、え、5個買って400タピマイル払った。え、私持ってないよ。え、持ってたの、お金。え、なかったよね。0円だったよね。で、なんもないんかい。もうイベント出たのに意味だ。ペンギンは4を出してミニゲームマスに止まってきた。これは私、ま、1位になって稼ぐしかないよね。あ、同じやつだ。これカットしようかな。はい、ミニゲーム終わりました。同率1位だったね。猫ちゃんと同率1位でした。で、猫ちゃん1位なのに1位取っちゃって、もう勝てる見込みがありません。どうやって勝とう。残り4日ですよ。あ、ミニゲームマスまた止まった。なんだろう。じゃじゃん、じゃ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 ーん。ん、なんこれ。ジャングルで迷子探索隊、知らない。ジャングルで迷子探索隊、迷子になってるミニ子たちを見つけて待ち合わせ場所まで連れて行ってあげよう。とりあえずミニ子たちを見つけて集合場所に連れていくっていうゲームですな。集合場所がここ。あ、これちょっと難しい。走るが下か。さあ、ミニコたちはどこだい。はい、小島ちのところおいで。小島ちのところおいで。トカちゃんかわい。おっとっとっと、うー、これ結構難しいな。カメラ操作が難しいんだよね。待ち合わせ場所があっちか。よしよしよし、あそこにもおった。はい、待ち合わせ場所。おい、よし。これカメラワークが難しいな。こうか。で、あったあったあった。おい、よしよしよし。あと何匹おっとくかな。はい、2匹目。うい、2タピだよ。なんか割りそうだな、もうすぐ。ん？あー、取られた。なんか今、缶が動いたからね、折るかなと思ったけど。あ、終わりましたね。迷子全員見つけたそうです。うわ、ビリじゃん。あら、まあまあまあ。このミニゲーム苦手だな。ででん。あ、サインっていう扱いになるんだね。キープ。キープしかできないよ、もう。次は猫ちゃんの番ですね。はい、サイコロ振っていきます。何出すかな。
5です。では5移動してもらいましょう。お、買い物マスですね。なんか買おうかな。おお、ブラックタピオカ。そうか、ブラックタピオカついてんのか。なんだろうこのカード、よくわからんね。バランスサービスカードだって。どうやら、え、ちょっと待って、猫ちゃんがなんかめっちゃ取られた。え、やば。猫ちゃんピリになった。ブラックタピオカやばい。猫ちゃん、ね、今強力なカードをもらったんですけど、え、ちょっと猫ちゃんから奪おう。それ交換できるタピオカード持っていません。あ、猫ちゃんのそれ奪えないんだ。あ、そうなんだ。猫ちゃんのカード、それどういうことだろう、よくわかんない。普通に振っていくか。これはちょっと勝機が見えた。猫ちゃんが落ちましたな。よっしゃ、イベントマスも止まっていく。しぽちゃんよろしく。あじ、何それ、かわいい、なんかのり巻いてるみたい。アジフライのしっぽちゃん、なんだい、一緒にお使いに行ってほしい。いいよ、かわいいから一緒に行く。はーい。え、場所移動したくないこれ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、遠くない、え、どこ、これ、こう。あれ。まあどっちにしろ届かんよね、残り4日じゃ。はい、あ、私そこかよ。あんま変わらんね。で、ペンちゃんがミニゲームマスに止まったね。何これ、リゾート目指して浮島ジャンプやっていきましょう。豪華なリゾートを目指して島をぴょんぴょん飛び移っていこう。では行きましょう。なんかボタンが出るからそれ通り打てばいいらしいよ。あ、白クマ来た、かわいい。なんかそれ二人で乗るよ、寂しくない一人。リゾートはこっちです。いや、船で乗っていけばよくない。あれ、では行きます。ボタンの早押しだったらさ、これ勝てるんじゃない私。ノーミスだったらさらにね、ボーナスもらえるらしいけど、なんか余裕な気がする、これは。実力勝負だしね。はい、ゴールかな？ゴールしました。危ね。とんかつとギリギリじゃん。危ね。ちょっと油断しとったかもしれん。今回の、積み子たち強くない？ CPU 強くない？でも猫ちゃんビリがでかいな。うん、なんか希望があるよね、この点差だったら。残り3日です。ん、すみ、え、使った、猫ちゃんが使った、さっきのカード、どういう効果ですかね。ででんででででん、みんなのマイルを分けて1人当たり、え、え、なにこれ。え、ってことは全員同じになった、なんということをしてくれたんでしょう。うわ、すげえ。え、最後の最後で本当わからなくなった。あ、で、ミニゲームマスだって。狙って打ってホームラン。お、野球ゲームかな。タイミングよくバット振ってホームラン打とう。あ、本当に野球ゲームだった。それでは打っていきましょう。なんか猫ちゃんの格好似合ってますな。はい、投げてます。一番左が私ね。ほい。ホームラン。あ、このタイミングね。ホームベースにね、来た時に打てば、ホームランになるっぽい。あ、ならんかったね、今。あ、早かった。ヒットだった。スピードが、カーブ？シュートか。すげえ。なんちゅう魔球投げるんだい。めっちゃ曲がってくる。カミソリシュートだ。お、ラストスパート、あと5球です。やっていきましょう。うお、早っ。シュート。えい、ストレート。シュート。ラスト。なんだこれ。魔球投げてきたんだけど。え、タピオカすごくない？で、あ、1位だった。あ、逆転しました。なんか知らんけど、勝手に逆転した。来た。来た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 。トカゲの時代が来ましたね。残り、あ、7マスか。7マスだったら次いけるんじゃない？はい。ででん。うわ、1か。で、何しよう、進む？あ、こっちだった。よかったよかった。着替えましょう。てれ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 。お、パレードセット。おー、かっこいいですな。お、ペンキンは5出していくか。私の先に行くか。で、何？買い物マスいいね。あ、何も買わなかったわ。買えばいいのにね。次、とんかつ。とんかつにブラタピついたんだ。猫ちゃんになすりつけたいですな。とんかつは5出していきます。プラスマスですね。500タピ。やっぱこれだけでも順位変わってくるね。ギリギリ私まだ1位だけどさ。あ、とんかつと同一率1位になってる、いつの間にか。
猫ちゃんやらかしました。しかもブラタピーなんか知らんけどついてる。あ、とんかつについてた。あ、イベントマスね、いいね。キノコにあったようです。なんだろう。お、プレゼントくれるんだって、よかったね。じゃじゃん、てでてて、タピオカと交換とかそういう感じ。あ、ぽいね。バイバイ。次私、あと何マスだっけ。6か。ジャスト6出せるかな。お願いします、お願いします、お願いします。はい、お願いします。いっぱいいったからね、ダメだった。よしよし、プラス、とりあえずプラスでいいね。はい、でペンギンが残り何マスだ。3以外ならいいや。はい、って言うとね、3出すんだろう。あ、4だ、危な。でプラスマスに止まってお金がちょっともらえると。ラストになりました。さあどうなるでしょうか。とんかつの番です。とんかつ最後のやつは2です。あ、イベントマスあるね。外れ棒です。さあどんなイベント出してくれる。 目の前に猫ちゃんがいるか、なんかバッと持ってるみたいに見えます。え、どうしたの外れ棒。なんか立ったまんまだって。おや、背中にタピオカード。いや、今もらっても使う時間ないですけど。何これ、場所替えかな。みんな入れ替え、アームカード。あ、そうだ、場所替えのカードもらったらしいけど、もう使えない、ラストターンだから。え、ブラタピついたの今、猫ちゃんのやつ。あらー、あ、これで私単独1位じゃない。あ、ですね、余裕で1位だ。さあ猫ちゃんは何を出すんだい。でで1、あ、ミニゲームかな。あ、そっち行ったか。ん、運命のサイコロ串、なんだろう。ブラタピが今回すごいゲームを生み出しますけど、1の目が出たらタピマイルくれるけど、それ以外は参加料取られると。これ1出したらすごいことになるんじゃない、もしかして。あ、1出してほしかったな。何になるかちょっと楽しみだったけど。500。では行きます。4か、4出るかな。4出たらね、もうね、実力で勝ったって言ってもいいんだけどね。うっそー。見て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 、いくよ、せーの、トン。勝ったー、イエーイ。なんだろうここ。わー、コロンビア、パパパパーン、おめでとう、ありがとう。じゃあ観光しようかね。お、これはあれじゃん、オリンピックみたいなやつじゃん。これは見ると足が速くなると噂のタピオカゾウです。食べ物を持ってくると腐ってしまうのも速くなってしまうとの噂。え、速くなるからそういうこと。お、記念写真撮れる。何それ、撮る。私目的地着いたの初め。うお、なんこれ、すげえ、自撮り風。決めポーズで何。え、ちょっと待って、ボタン間違った。いえいえ、もう一回撮ります。決めポーズで、あ、こっちのボタン？写真を撮る。あ、他の人たちは決めポーズできるんだ。で、私はカメラの上下しかできないらしい。そうすると下。あ、こう、後ろ熊を。ちょ、君たち、移動せん？こう。はい、はい、はい、はい。あ、これいいね。せーの、はい。あれ？かわいい猫ちゃん、それそれそれ。うお、いい写真撮れました。はい。あ、これいいね、こういうの。うわ、めっちゃいい写真撮れた。もう私これで満足だ、今回。白熊がこっち向いてないのはちょっと残念だけど。いいね、これ。これみんなとやりたいなぁ、せっかくなら。え、もう終わったんじゃくない？ターン。あ、今目的地着いたからそうなるんだ。なんでペンギン？で、次の目的地は、あ、さっきの場所じゃん。オペラハウスみたいなやつだ。さすがに届かんでしょ、ペンギン。あ、無理だね。ペンギンのターンですね。頑張ってもらいましょう。最後の数字は1でした。あ、ミニゲームマスあるね。あ、マイナス止まるの？なんで？ミニゲーム止まればいいのに。あ、これをやりたかったのか。さあ、どういう風に出るか。1出してほしいな。なんだろう、1出たら。1出るといいことあるらしいんだけどな。あ、ダメだ。あらー、かけたんだけどね、負けちゃいましたか。はい、残り2数0でツアー終了です。いや、今回面白かったね。
ドキドキでしたわ。はい、みんな空港に戻ってきたよ。タピオカは今回のツアーでタピマイルを一番集めた人を発表してくれると。さあ誰が一番なんだい。ででんででででで、表彰したいすみっこがいるようです。それではツアーボーナスの発表です。ツアーボーナス発表。一つ目のツアーボーナスはミニゲームボーナス。もらえるのは誰でしょうか。てん、私じゃん。これ3000タピもらえるんですよ。多くない3000タピ。これかなり有利になりますね。二つ目のツアーボーナスはブラックタピオカボーナス。さあ誰だい。じゃん、私だ。私なんだ。あ、そっか、いっぱいもらおったもんね、ブラタピ。ありがとう、ありがとう。さあみんな、ラストは何だい。全部私総なめしたいよ。タピオカードボーナスは、あ、これ私じゃない、どうだろう。おどうしよう、全部私じゃん。もう余裕で1位ですね。それではいよいよ結果発表。さてこの中の誰が1位なのか、果たして結果は。トカゲさんです。優勝おめでとうございます。おめでとう、パチパチパチ。うわお、これ見て大逆転でしたね。はじめ猫ちゃん1位かと思ったけどね。なんか猫ちゃんブラタピに全額お金取られて、さらに、なんか勝った。なんで勝ったんだっけな。ブラタピのおかげで勝ちました。貧乏神って言ってごめんね、ブラタピ。こんなね、優雅な席で帰ることができるようになりました。ありがとう。お、まただ。ありがとうね、今回は。はーい。で、新しいマップにまた行けるようになりましたね。ででん、どんなマップだろう。でね、今回ね、多分動画一本にすると思うけど、すごく長くなってると思うんだ。すでにもう1時間超えてるんですよ、録画時間。で、次回のマップがね、あ、15日か。動画を前編後編に分けるか迷っております。よければコメントして教えてくれると嬉しいです。どっちがいいかね。はい、それでは今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。また次は、このワクワクマップで遊んでいきましょう。それでは、バイバイ。